聖火法を壺ベトナム歴史博物館、ハノイホイアンカーゴは、ベトナム中部ダナン岬沖の海底で発見された、全長約30メートルの最大級のジャンク船。近くの島の名にちなみ CU ラオカームシップレックとも呼ばれる。潜在の C14 年代は15世紀である。1990年代から漁船が陶磁器などを網で引き上げていたが、70メートルという水深のため、 本格的な引き上げ作業はできなかった。マレーシア科教オンスヒ品が経営するサーガホライゾンリミテッドとメンスンバウンドが指導する英国オックスフォード大学ザマリーンアーキオロジーリサーチディビジョンがベトナム政府、ベトナム国へのサルベージ会社、ベトナム国立歴史博物館などと1997年から共同で引き上げ調査をした。 約25万点のベトナム産の成果、五彩、愛勇、活勇、緑勇、政治、白磁、焼き締め等々のほか、タイ産や中国産の作品も若干ある。主に、ハノイ周辺、甲賀デルタの釜の製品だと推定されている。また、当時の熱発三つのりによる測定と、変年的検討から、霊長時代、15世紀から16世紀初頭の、 制作年代とされている。重複した類品がない貴重なものなど、引き上げ品の約10%はベトナムの博物館に入り、残余の90%はサンフランシスコのオークション会社バターフィールズが売り立てを行った。収益はベトナム政府並びに出資会社が分配した。ありがとうございます。